今日紹介するおもちゃはこちら、小学館の図鑑ネオ、比べる図鑑。じゃーん、150ピースあります。サメとかクジラとかシャチが出てきます。ここにはマンモスとか、あ、恐竜もいます。早速開けてみます。パカーン、ピースはこんな感じです。じゃーん、ちょっとひっくり返しながら文字部分作っていっちゃおうかな。
これでしてきた。完成しました。やった。小学館の図鑑ネオ比べる図鑑パズル完成しました。30分40分ぐらいかかったかな、ね、それじゃあバイバイ。よろしければコメント高評価チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。